皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。アクアリストタカです。今日はね、前回ディスカスの話をしていたんですが、今回はね、そのディスカスの飼育など話していけたらいいななんて思ってます。よかったら見ていってください。で、前回はね、ディスカスの導入だったんですが、あれから1週間経つんですが、見ての通りね、喧嘩っていうかね、ディスカス同士で追い回すこともなく仲良くやってくれてますね、今のところ。多分ね、こんな感じだったらば全然大丈夫だと思いますね。今ちょっと3匹しかいないですけど、1匹こっちのね、スポンジフィルターの奥に隠れちゃってますね。しょうがないですね、魚なんでね。このね、ディスカスの飼育なんですけど、自分もね、今回ね、ディスカスは初めての飼育なんで、いろいろね、ネットとかでも自分も調べて、一応勉強していたんですが、ディスカスっていう魚は飼育は難しいみたいですね。で、何が難しいのっていうと、どうやらね、この水質ですか、ディスカスの水槽の水質が、弱酸性じゃないと良くないというかね、弱酸性が好ましいとされてるみたいですね。確かにね、弱酸性をね、ずーっと維持するのは大変だと思います、ね。ちなみにね、この弱酸性ってね、熱帯魚を飼育している人はわかると思うんですが、弱酸性って何ぞやって、わからない人はわからないですよね。で、弱酸性っていうのはね、このね、水。この水はね、酸性とアルカリ性に分かれてるんですよね。で、数字で言うと、数字はね、1から14まであって、1から6までが酸性と言われてますね。で、8から14がアルカリ性と呼ばれてます。で、真ん中の7っていう数字が中性になりますね。大きく分けると酸性と中性とアルカリ性。ちなみになんですけど、地域によっても違いはあるとは思うんですが、水道水は中性になりますね。大体の家庭は中性になると思います。地域によって多少の前後はあると思うんですけど、そういったのがこの水質になりますね。で、弱酸性って言ったらば、そうですね。酸性ではないんで、中性よりちょっと、下がった値っていうんですかね。中性が7だとしたら、弱酸性だと 6.5 とか6くらいですかね。このディスカスにはちょうどいいっていうか、好ましい水質になるわけですが、ただね、自分はね、今までこうずっとね、魚を飼育してきてるんで、大体のことは分かってるつもりなんです。で、弱酸性をキープするなんていうのは難しいんで、ディスカスだって餌食べるし、フンもするし、それね、餌もあげて、フンもすれば、それは水質変わりますよね。汚れますよね。なんでね、その弱酸性をずっと維持するっていうのは、難しい話で。自分からしたらね、あまり気にしない方がいいのかななんて思ってますね。ネットで調べて、こんなの無理だ、無理じゃないのかもしれないですけど、自分はね、ちょっとできそうにないんで、今までの魚飼育のやり方で、やっていこうかなと。水質は、魚ってね、大体は中性から弱酸性に保ってればいけると思うんですよ。今までの経験上なんですが。これは自分の考えなんで、他の人はね、弱酸性じゃないとダメだよっていう人もいるのかもしれませんが、自分はね、今までのね、スタイルで飼育していこうかなと思ってます。今までと一緒っていうのは基本なことですね。週に1回、水槽の3分の1の水替えですか。これを、しっかりやっていく感じですね。これで様子見たいと思います。1匹出てきましたね。4匹になりましたね。で、
このね、週に1回水替えをやって、もしね、それでもね、水質が汚れているようだったらば、まあ何か対策した方がいいと思いますね。なので、基本は、まあ週に1回の水替え。ただその水替えもね、水の汚れ具合によって、まあ3分の1水替えをするとは言いますけど、まあ水槽の汚れ具合によっては、3分の1よりもちょっと多めに水替えするとか、逆にそんなに汚れてない場合は、まあ、3分の1よりちょっと少なめに水替えしようとか、まあその時の水に合わせて、まあ、水替えはやった方がいいと思いますね。ただね、週に1回3分の1とか水替えやってても水質がね改善されない場合、まあ、弱酸性が好ましいされてるんですけど、弱酸性よりもねさらに低波って言ってるんですけど、まあどんどん下がっていった場合は、まあ酸黄とか入れたり、あとはね、カキ殻を入れるっていう方法もありますね。そういった方法をしてもいいのかなと。まあとりあえずはね、水替えだけでやっていこうかなと思っています。まああと気をつけなきゃいけないのが、やっぱりね、このディスカスの餌ですよね。テトラとか、まあ金魚とかね。そういった魚の餌は人工飼料って言ってね、水を汚さないように改良された餌があるんで、まあ、そんなに水は汚れないんですけど、このディスカスはね、このディスカスハンバーグっていう餌があるんですけど、まあ、そちらはね、すごく、まあ、栄養もあって、すごくこう、食いつきがいい餌なんですよね。それを与えなくてはいけないんで、ディスカスの場合は、ディスカスハンバーグってやつもすごくね、水を汚すんですよね。水を汚す餌なんで、やっぱ水が汚れちゃうんですよね。そこがやっぱり、まあ、飼育が難しいところでもあるのかもしれないですね。まあ、あとはろ過ですか。ろ過はね、まあ、前回も、まあ、説明したんですけど、こちらの上部フィルターとスポンジフィルターですね。この2つでろ過はやってます。でこの上部フィルターは中にはねリングロ材が入ってて、リングロ材の上にスプールマットを敷いてる感じですね。そんな感じでろ過してます。ディスカスの水温は30度ってまあネットには書いてあったんですけど、自分はね28度か29度くらいで、まあ 29.2 度になってますけど、こんな感じで飼育してます。まあ1度ちょっとね省エネで下げて28から29度ぐらいで飼育してみようかなと思います。そんな感じですかね、自分の飼育環境は。まあ、なんせね、初めての飼育なんで、どうなることや。ただ、今のところ、いい感じですよ。まあ、あれからね、まだ1週間しか経ってないですけど、ちょっと奥に行っちゃいましたね。じゃあね、これからちょっとね、ディスカスハンバーグをちょっと揚げてみますか。ディスカス3番はこちらですね。まあ、前回もね、説明したかもしれないですけど。これがディスカス3番。カムシリって書いてありますね。これを今からね、ちょっとね、揚げていきたいと思います。まあ、裏はこんな感じです。冷凍の。これをね、ちょこっとね、こう、ちぎって、揚げていきたいと思います。こっから落としますね。まずはこれ。このぐらい。ちょっとですね。食べてますね。いや。もうこの餌のね食べ方でもね、こう魚が元気か元気じゃないかがわかるんで。食いつきが悪いとやっぱりね、こんだけね、ほら食いつきいいじゃないですか、これ見ればわかると思うんですけど、こんだけね、食べてくれれば、まあ、水質は問題ないというか健康だと思うんで、それをずっとね保っていきたいですね。
まあ、こんな感じですね。さやりも美味しく食べてるのではないでしょうか。まあね、ディスカスチーク、まだ自分もね、そんなに経験がないんで、まあ、一周目ですから、まあ、まだまだ、どうなることやですが、まあ、こんな感じで、やっぱね、綺麗ですよね。綺麗だと思うんです。では、今日は、ディスカスの飼育2回目でした。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。バイチャ。